はい、この度は動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。ついにですね、コータミュージックプレミアムチャンネル開設いたしました。で、今回はこのコータミュージックプレミアムチャンネルについての説明をしていきたいと思います。このプレミアムチャンネルにアップしていきます、動画はですね、入会を申し込みいただいた方のみご視聴いただけるようになっております。で、動画配信はですね、メディアブルさんのサイトを、使って運営していきます。で、これまでコータミュージックはですね、DVD という形で携帯でですね、これまで、オリジナルのギター用教材っていうのを、ご提供してきましたけれども、今後はもう DVD っていうのは作らずにですね、有料版の解説動画っていうのは全てこのプレミアムチャンネル内で公開、していきたいと思っています。とにかくネット環境があればですね、どこからでも、どんな端末でもですね、アクセスできますので、これまで以上にですね、便利に気軽に動画の方アクセスしていただけると思います。あとプレミアムチャンネルの方で見ていただける動画はですね、まあ例外を除いてなんですけれども、基本的には YouTube に上げていない動画ばかりになります。ですから YouTube ではですね、見ていただけない動画ばかり上げる予定でおりますので、ご興味がおありの方はぜひチェックしてみてください。で、このコータミュージックプレミアムチャンネルですね、まあここがいいっていうところをですね、いくつか、上げていきたいと思います。で、まずはですね、もうこんなことから解説するのっていうようなギターの処方の処方ですね。もう本当に弦の張り替え方から、で、あとはもうチューニングの仕方とかですね、あとはもうギターの種類の違いですね、アコギとエレキの違いとか、クラシックギターはどう違うのかとか、そのあたりの、動画から上げております。まずこれ1点ですね。で、次はですね、ギター上達に関する動画っていうのはもちろんなんですけれども、まあ、これまで YouTube 動画、ご覧いただいている方はもうお分かり、いただけてると思うんですが、ギター自体のですね、調整とか、あとはモディファイ、改造ですね、そういったことに関してもですね、YouTube 以上にこう、よりマニアックに深くですね、解説できたらなと、思っております。今後プレミアムチャンネルを運営していく上でですね、一つ、これは非常にこう、大事にしていきたいなと思っていることがあるんですが、それはですね、まあ、ご視聴いただいている方に、まあ、必要以上のこのスピードを要求しないっていうことですね。これを、重要な点として、今後運営していきたいと思っています。で、これはですね、もう長年、ギター教室運営してきたんですけれども、やはり生徒さんですね、このスピードを要求されると、やはり指が早く動かないという方はですね、もうそこでですね、一旦立ち止まってしまって、そこでこう壁にぶち当たるっていう方、非常に多いんですね。ですからチャンネル内にはですね、もちろんこの早弾きをうまく、まあ、早く弾けるようになるためにっていうカテゴリーも作る予定ですので、まあ、そちらの方ではですね、スピードをどんどん要求していきたいと思うんですが、まあ、それ以外のですね、まあ、スケールの使い方であったり、ペンタトニックの使い方であったり、そういうような、解説の時はですね、なるべくこうスピードを要求しない、まあ、トレーニングものも、多く上げていくと思うんですけれども、そういった時もですね、できるだけまあスピードを要求しないように、そのようなことを心がけてですね、動画制作、していきたいと思います。とにかくそのあたりはですね、もうギター講師がこうスラスラ、簡単に弾くような、ものをこう披露するよりはですね、やはりどんどんこう視聴していただいている方に上達、してもらうということが第一の目的ですので、この点はですね、一番、大事な点として捉えて動画作っていきたいと思います。で、あとはですね、便利に、使っていただける工夫としましては、解説動画内で表示している、まあ、解説用のプリントデータっていうのがあるんですけれども、それをですね、メディアブルさんのサイト内で別画面で表示できるようにしております。ですからパソコンでしたら別画面、表示していただければ、まあ、スクリーンショット撮ったりですね、あとは、そのままダウンロードしていただいて、プリントアウトとかも可能になりますので、これはですね、便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。で、あとは動画とですね、そのプリント類ですね、プリント類っていうのは、対応させてナンバリング、まあ、番号を振っていっているんですね。ですから、私も解説用にこのような感じでファイルに閉じていっているんですが、このような感じで、全てですね、プリントが付属している動画の場合は、プリントアウトしてこのファイルしていくとですね、
まあ、ちょっとした教則本ではないですけれども、何か忘れたところがあってもうちょっと見たいなと思ってですね、すぐにこの番号を検索していただいたら、このプリントの解説している動画っていうのもすぐに探し出せるというようになっておりますので、これもですね、便利に使っていただけるんではないかなと思います。でこのプレミアムチャンネル解説するにあたってですね、まあ、楽器の演奏 の, この解説動画をこう上げてらっしゃる方、いろいろですね動画とか、有料チャンネルっていうのをチェックしてみたんですけれども、やはり多くの方はですね、こう画面内にホワイトボードを、こう設置してですね、でそこに書いていってみたいな感じの方が多かったんですけれども、やはりこのような感じでですね、プリントアウトできるデータというのがあると非常に便利に使っていただけると思いますので、この点ですね、ポイント、高いんじゃないかなと思います。このプリント類に関してなんですが、現時点ではですね、著作権が別の方にある楽曲の解説をしている、まあ、その曲のタブ譜とか、譜面ですね、これはもう画面内表示だけになります。この点はご了承ください。この点はまあ YouTube と同じ仕様ということですね。このことはですね、今後やはり別画面で表示できた方が便利だと思いますので、この点はメディアブルさんと現在交渉中です。まあ、いつになるか分かりませんが、今後もですね、交渉していきたいと思います。あとはさらにですね、まあ便利に使っていただけるにはどうしたらいいかなと考えたんですが、このメディアブルさんのサイトのデータとは別にですね、プレミアムチャンネル専用サイトっていうのも作りました。で、そちらの中にですね、サイトマップ、まあ目次ページみたいなものですね、それを設置しておりますので、まあ全体、大体全体のこの、プレミアムチャンネル内に上がっている動画のタイトルですね、まあどういったことを説明している動画があるのかっていうのは、まあ一目でわかるように、しております。だからこれもですね、メディアブルさんのサイトと合わせて、使っていただけるといいかなと思います。で、今後ですね、面白い企画として一つ考えているのが、まあ私自身ですね、非常にこうロックとかブルース寄りのプレイが好きなタイプなんですけれども、そんな私自身がですね、実は50歳を超えてからジャズギターの先生に正式にレッスンしていただいているんです。ですからこの経験を生かしてですね、レッスンを受けつつですね、これまでロックとかブルース系のプレイをしてきた私自身が、ジャズの、基本的なことをですね、こう噛み砕いて、でさらにこう分かりやすくですね、解説できる動画をどんどん上げていきたいなと思っています。ですからまあイメージとしてはですね、まあ私と一緒にジャズギターのこうスタート地点まで一緒にまずはたどり着きましょう的な、内容になると思うんですけれども、これで実際ですね、習いながら教えるという、もう私の今の立場にしかできないようなですね、内容の動画どんどん上げていきたいと思っていますので、まあ、本当にゆっくりしたペースになるとは思うんですが、基本的にはジャズのスタンダードナンバーなんかですね、使って、実際にコードを弾いたりメロディーを弾いたりで、簡単なアドリブのやり方ですね。でこのあたりはやはりロックとかブルースとは、また違った、アプローチの仕方っていうのがありますので、このあたりですね、ゆっくりしたペースで、上げていきたいと思っております。ご期待ください。であとはですね、これはまだ、確定してないんですけれども、これまでせっかくですね DVD のギター用教材っていうのをもう30タイトルぐらいですね作ってきましたので、まあ、これらもですねまだ定期的っていう考えではないんですけれども、少しずつですね DVD の、動画のデータっていうのも上げていければなと、考えております。で実は、解説時点、現時点でですね、コータミュージックのベストセラー商品になっていますドレミでアドリブを習得するための DVD っていうのの、これの凝縮版ですね、この凝縮版 DVD の動画っていうのはもう見ていただけるようにアップしております。ですから入会していただけましたら、この動画はもうすぐに、ご覧いただけるようになっておりますので、まあ、そちらもですねぜひ、まだ見ていたいという方は、見ていただきたいと思います。あと、コータミュージックではですね、花は咲くの楽曲を使った、ギター入門用の教材っていうのも販売しておるんですけれども、でこちらの方がですね、5ヶ月の講座、5ヶ月分の講座となっているんですが、これの1ヶ月目の講座ですね。これもですね、もう入会していただいた方には、1ヶ月目すべてデータ見ていただけるようにしております。こちらもですね、ぜひギター始めたばかりの方っていうのは、ご覧いただきたいと思います。
ということで、まあ、チャンネルを開設したばかりなんですが、すでにもう20タイトル以上の動画アップしております。で、今後ももちろんですね、定期的に、ギター解説動画っていうのをアップしていきますので、とにかくチャンネル全体がですね、どんどんこう成長続けるっていうのは非常にポイントが高いと思います。ですから、お申し込みいただいた方には5年、10年、20年と、長くですね、お役立ていただけるような、サイト作りをしていきたいと思っております。今後のコータミュージックの運営継続のためにもですね、このプレミアムチャンネル、応援していただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、あとより詳しいプレミアムチャンネルの説明はですね、プレミアムチャンネルの専用サイトでご確認いただけます。で、そちらのページの中にはですね、お申し込み方法の、解説動画とですね、あとお申し込みいただいた後、どのようにサイトを使っていただければ、いいかというような解説動画、この2つの動画ですね、ご覧いただけるようにしておりますので、ぜひそちらもご活用ください。それではお申し込みお待ちしております。よろしくお願いいたします。